はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドね、新ルールがね、来たんですけど、2月からどうも始まるみたいで、金伝がなんとね、2体使えると。で、まあ、残念ながらね、ダイマックスはまあ、あるみたいなんですけど、やっていこうと思います。で、組んできた構築はね、ちょっともう、その、まあ、情報を見て、まあ、とりあえず、まあ、純正受けループから行くかと思って、でダイナーをね、まあ基本的には使うと思うんだよ。で、ダイマックスは結局1体しかできないから、まあ、ダイナかザシアンとダイマックスできる金伝って感じは一つの、多分、メジャーな形の一つに絶対なるんだけど、その中でも、まあダイナと、で、相性のいいところっていうと、ダイナ軸はとにかくヒードランはきついから、鳳凰がね、ダイナと鳳凰両方使えたらなって思って、ダイナとファイヤーを使う人が結構いたんだけど、まあ、そんな感じでダイナ鳳凰をね、組んできました。で、相手ルナーだとあれか、シロバドレックスか。だこれは多分鳳凰ダイナって投げてよくて、大抵は見れるかな。ガチゴラスちょっとどうするかって話だけど、まあダイナ今回ダイマックスを持ってきてるから、最悪ぶっ殺せなくはなくて、あラストね、無道を持っていきたい話はまあまああるんだよね。ウロスに対してはダイナでよくて、で、ルナーラちょっと不透明だよなって考えるとラッキーでもいいのか。ラッキーもあり、ラッキーでいくか。白バドは気合い。ねえ、ここ2ヶ月ぐらい結構剣盾の動画上げてないっていうか、動画自体上げてなかったし、剣盾もやってなかったので、だいぶまあ自分でもバカらしいと思ってるんだけど、なんでかっていうと結構ね、ポケモンのゲームにね、だいぶ絶望しちゃった時期があってね、ただここまでさ、こう、なんていうの、クソルールというか、そういうのをこう、繰り返し繰り出し続けるとさ、一周回ってちょっとやるかって気になるよね。せっかくだから、ラストの竜王戦もやりたいけど、竜王戦ルール、ほんと苦手なんだよな。なんか、信じられない行動してきた。これスカーフだとめちゃくちゃ困るんだけど、てか、お前、鳳凰に対して穴掘ってどうすねえ、これ絶対スカーフじゃね。でも大丈夫でしょ。身代わりから入るわ。絶対大丈夫だからね。これはこれで大丈夫だね。割と大丈夫なんだけど、ただちょっとね、この、金伝2体の組み合わせで結構さ、2体同時選出ができるわけだから、だいぶ、なんていうの、そこに割と、こう、新しい発見じゃないけどさ、何がいいのかなっていう、まあ、楽しみがあるわけで、少しね、それを楽しみたいよね。ここもう一回身狩り張りたい話もあるけど、まあ、ダイマックスキャノンをぶちかますべきなんじゃないか。効かない。多分なんだけど、ザシアンプラスもう一体金伝っていう形が一番幅を利かせるんじゃないかなと思ってるんですけど、また穴掘ってきたけど、この人。これさ、身代わり残しにいけなくはな、無理か。相手が下から動いてくるから、とりあえずここ身代わりでよくて。マジで、マジで穴を掘るウラオスはちょっとびっくりポケモンだったね、だいぶ。サプライズだったけど、これでも突然ダイアース切ってきててもおかしくなかったわけだから、そう思うと、ここでダイジェット切られて負けるんだよね、ふざけてると。ここ絶対ちゃんと殴るべきで、さすがにマジフレで落ちると思うのと、裏的にマジフレの方が美味しいと思っていて、でも相手がダイマックスしてきた時ちょっと困ってたかな。いや、さすがに落ちてたよな、この相手は。この HP でダイマックスは切らないの、いくらなんでも。ルナーラとか出てきたら、あれだなと思ったんだけど、そもそも、てかルナーラってタイプなんだ、エスパーともう一個がわからんわ。ねえ、無限ダイナ使うんだったら多分ね、イベルタルと組むのも割とありな話はあると思ってるんだけど、ルナーラ来たね。こいつエスパータイプだよね。まあ、ルナーラがいる限りには、を持ってきたのは正解で、多分鳳凰で最後全部ぶち抜くルートに入ると思うんだけど、そう考えるとラッキー割といらない話あるのと、自破をかましたいかな。相手のタイプ見れるんだっけ、それは確認しとくか。なんかすかせた。相手のこれで見れるのか、エスパーゴーストか。これちょっとまずいこと起きたな。身代わりあると、やばかったから、普通に素直にダイナで殴るのが正解だったけど、まあ大丈夫と。ちょっと、ルナーラと戦うの多分初めてだな。レンジャー通る。
で、無限ダイナを使ってるとね、イベルタルはきついから、あ、イベルタルじゃないや、クロマドリックスがきついから、イベルタルと、まあ、組ませたい話もね、まあまあ、あるんだよね。で、ルナーラにリベンジ入って、ルナーラ多分ね、身代わりを入れるスペースはなくて、エスパー、ゴーストの一致技一個ずつと、ムーンフォーはまあ、アクタイプ考えると絶対欲しくて、アット1が多分ね、メテオビームとかなると思うんだよね。オッケー。まあ、カジュアルだから、ちょっとダラダラ行くか。もう一戦行きます。はい。じゃあ、そのまま続けて2戦目やっていこうと思います。なんかね、ちょいちょいこの動画撮影しながら、ツイッター見てて、あ、みんなどんな反応してるのかなと思ってたんだけど、ちょっと信じられない情報が入ってきて、なんかね、2月から、まあ、さっきも言った通り2月から、このルール始まるみたいなんでね、今月の1月は竜王戦の最後のルールで、次が禁電みたいになるみたいなんだけど、なんか、8月からさ、9月の1日のシーズンまで、どうもこのルールをやるみたいな。7ヶ月さ、このルールやるっていう、もう、やばいでしょ。と、なんかもうね、ついに、こう、なんていうの。まあ、ごちゃごちゃうるせえし、新しいルール、禁電一体増やしたろっていうのを、もう文句言うんじゃねえよみたいなさ、おら、やっとけっつって、半年間幽閉されるっていうさ、ゴッドだよね、マジでね。ゴッドルール来た。逆にそこまで行くとね、一周回ってちょっと僕楽しみになってきたね。早速、ねえ、てかこれどう、もう、ゼルネアスは、知らないよ。ゼルネアスさ、ジオコンされた後でも、鳳凰で大魔切ったらワンチャンなんとかならないか。鳳凰から入ったるか。ちょっとエレキがだるすぎ。さすがに、ラストはジガルで考えたら脱ごうかな。まあ、本当は、ジガルデには、鳳凰でね、聖なる炎をぶちかましたいんだけど、まあ、でもダイナがそんなに受け駒として今回多分使わなくて、鳳凰で詰める形になるから、まあいいか。まあまあ言うてね、新しいルールで、僕も、まだね、何が強いとか分かってない感じだ。まあ、エレキからなんとなく来そうってのも、多分裏これ、初手でさ、近点以外が見た瞬間にさ、もう、あと2体見えるよな。多分、レジエレキプラス、ゼルネと、あの人なんだよね。あ、まあ、身代わり残しに行っていいか、残るかな。残らない話もまあまあありつつ。身代わり張るか。ダイマックスは多分一番ない。身代わりからでいいや。ボルチェンか壁かだけど、壁がありそう。わ、すごい技から来た。でも、これはこれで良くて、多分。さすがに壁張ってからそれしてくると思ったけどな。いきなり、そこから来るわけなくて。ここのゼルネ投げ、僕のヘドロバックならケアしてね。ヘドバックマジフレ身代わり再生のダイナあるからね。ダイマックスじゃなくて。どっちにしろドランには何もできないんだけど、でもそれも別に問題じゃないよな。レジアイスから来ます。はいはいはい。まあマジフレでいいかな。マジフレ2回入れれる計算になるからね。いやでもこれ裏さ、ゼルネなのかな、ラスト。だとしたら、なんか、とんでもない人だった。なんか確かにレジ系統4体いたからそういうこと？それで揃えてきたか。なんかさ、レジ系統のポケモンのモチーフってそのなんか爆弾とかが絡んでるんだよね、確かね。だから大爆発をみんなもう覚えるみたいな話があるんだけど、だからといって、おー、いなかったぞ結局禁電。まあいいんだけど、それはそれで鳳凰で詰めて勝ちたわ。半分ね、ラジオ動画みたいな。ちゃんと対戦する動画は撮りたいは撮りたいんだけど、まあ、所詮、カジュアルマッチでやるから、ちょっと限界はあるよねっていう。なんならたまにこういう面白いことしてくれる人と、コンバカでしょおいおい、もう、ただのテロリストじゃないかもやってることだよ。いいよ、でも。こういうの好きだよ。あ、さすがにダイナ死ぬか。先生遅いです。まあ、頬の出る幕はなくね。ダイナ終わると。この鬼ヤバエグルール、半年間、楽しみだね、みんなね。逆張り根性がさ、僕の、逆張り根性がこう、うおーっつって、みんな絶望してるから頑張るぞっていう、ね。まあ、そんな感じで、GG、お疲れでした。